アタしシを、ペレス・リガルは、キューバ・シエゴで、アビラ州出身の元プロ野球選手選手、ウトを右打ち、1960年代、1970年代に、かけて、持ち前の強打で、シンシナ・ティレッツの黄金期を支えた。息子は、日本の阪神タイガースにも在籍したエドワルド・ペレス。ペレスは、1942年5月14日に、キューバ・シエゴで、アビラ州、シエゴで、 アビラの佐藤キビ農家に生まれる少年時代より家の手伝いもしており一方でペレスのジップが佐藤キビ農家会社中心で野球チームを結成していたことから野球に親しみペレスも10代になってからは父のチームでショートストップを守るようになっていた1960年17歳のペレスのいる会社チームを視察していた シンシナティレッツのスカウトトニー・ペチェコの目に留まり、契約。レッツ参加のマイナーチームハバナシガー・キングスでプレーすることになったが、同時にボーナスとしてアメリカ行きのビザとマイアミ行きの飛行機のチケットをペレスは得ていた。契約してそのままアメリカに渡ったペレスは、タンパのレッツのスプリングトレーニングに参加。その後マイナーでプレーすることになり、参加の DQ チームにて二類種としてデビューする。 その後6月に、後に、チームメイトになるピートローズが2類種に入ったため、ペレスは3類種にコンバートされたが、同年は104試合出場して打率27。279,6本塁打の成績だった。翌1961年も、ジュネーブのチームでプレーし、121試合出場、打率34。348,27本塁打の好成績を上げ、1962年は、 B 級チームにて100試合出場、打率。292,18本塁打、74打点を、マークし、1963年は、A 級マコンピーチズにて69試合出場、打率。309,11本塁打、48打点をマークした。あと、トリプル A 級サンディエゴパドレスにて8試合出場、打率。379,1本塁打。 5打点をマークした。1964年、引き続きパドレスから指導し、この年より一類種にコンバートされたペレスは、パシフィックコーストリーグの MVP を受賞しており、打率309、34本塁打、107打点を挙げていた。ところで、同年7月26日、ついにレッツに昇格。ダブルヘッダー第2戦で、メジャーリーグデビューを果たす。 レッツ初年度の1964年から1966年の3シーズンの間はプラトーンをチームで行っていたこともあり、ペレス以外にも一塁手が2人いて出場しては控えが続いた。それでも1965年シーズン開幕第2戦にて、ペレスの打ったメジャー初本塁打は満塁本塁打だった。1967年よりマイナー時代に守った三塁手に、 コンバートされると、これより、レギュラーに定着。156試合に出場して26本塁打、102打点を記録し、持ち前の打撃で、主力打者となる。この年 MLB オールスターゲーム初出場を果たし、MVP に選ばれた。1970年は打率、317、40本塁打、129打点といずれも、自己最高の成績を残す。 その翌1971年には、アメリカが州国国籍を取得した。1972年より再び一類種にコンバート、そしてこの当時は、レッツの黄金時代である、ビッグレッドマシンの異名を取るほどの最強チームの一つで、アメリカ野球伝動入りの名監督スパーキー、アンダーソンの下、ペレスのほか、大リーグ最多安打記録保持者のピートローズや、いずれも後に伝動入りしたジョーモーガン、 ジョニー・ベンチ、そして強打者、ジョージ・フォスターや名優劇種、デイブ・コンセプシオン等のスター選手を要し、1975年、1976年と2年連続でワールドシリーズ制覇を果たしている。1977年、一類手を若いダンドリー戦に譲り、モントリオール・エクスポズに交換トレードで移籍。この移籍について、アンダーソン監督は、ペレスがチームリーダーで、 チームの支柱だった。本当に手放したくなかった。とコメントするほどであった。なお、1970年から1979年までの10年間で954打点を記録したが、これは大リーグ全体でチームメイトのベンチに次ぐ記録であった。エクスポズ在籍時のペレスは3シーズンで打率。281、46本塁打、242打点をマークした。 1980年にフリーエージェントでボストンレッドソックスに移籍。同年は25本類が101打点をマークしてルー・ゲイリック賞も受賞している。1983年にフィラデルフィア・フィリーズに移籍。ここではかつてのチームメイトのローズ、モーガンと共に地区優勝、リーグ優勝を果たし、ワールドシリーズに出場するがボルチモア・オリオールズに敗れる。1984年に フルスのレッツに復帰。復帰後、1986年シーズンまでに現役を引退する意向を表明する。翌1985年5月13日のタイフィリーズ戦にて、史上最年長の満塁本塁打を放つ。同年はローズが監督兼任としてレッツに復帰しており、また、同年9月11日にローズが4192本目のアンダーを放ち、 通算安打記録更新にも立ち会った。翌1986年シーズンを最後に現役を引退した。監督として現場に立つペレス現役引退後は1987年よりレッツのコーチに就任し、1993年にはレッツの監督に就任し、1年間の見式を取った。ペレスのレッツ在籍時の背番号24。 シンシナキレッツの永久欠番に2000年指定。2000年には、キューバ人選手として、初のアメリカ野球殿堂入りを果たし、同年、フルスレッツは、ペレスの在籍時の背番号24を永久欠番に指定した。2001年に、フロリダ・マーリンズの監督に就任し、1年務めた後、マーリンズのゼネラルマネージャー特別補佐を2017年まで務めた。ありがとうございます。